皆さんこんにちは、アミです。皆さん、私どこにいると思いますか？今回はですね、静岡一人旅ということで、これからね、ろくろを回しに行きたいと思います。夜は青葉横丁で飲み歩きをして、今日は1泊2日静岡を満喫したいと思います。今日はアメリカンイーグルで買った動きやすいこのストライプのズボンにグレールで買ったバッグを合わせました。トップスはフォーエバー21のニットトップスを着ています。今回はサフォークの時計の色に合わせて靴も暖色系を選んで H&M のペタンコを履いています。じゃあ早速ろくろをね、予約してあるので行きたいと思います。レッツゴー。作ろうとしてるんだっけ今は。あのスナック TV のちょっとおつまみで。今回私がつけているこのダニエル・ウェリントン、正直今までたくさんの人がつけているのでうーんっていう気持ちがあったんですけど、実際つけてみるとすごいつけやすくって、シンプルなデザインもすごく私好みだし、今回私がつけているこの赤いベルトの色味がすごく私好みでめちゃくちゃ気に入っています。赤いベルトっていうのが新鮮で、またね、心を結構つかまれました。あ、でも見て、注ぎ口みたいになった。棒を持ったことによって急にまた山賊感出てきちゃったんだよな。はい、こんな感じで4つ作品を作りました。仕上がり的にはとても満足で、仕上がるのがね1ヶ月後ぐらいということだったんですけど、届くのが楽しみです。はい、ろくろが終わって青葉横丁に飲みに来ました。すごくね、雰囲気がよくって、もう写真でね見たまんまでとてもテンションが上がってお酒が進みそうですね。1軒目、一杯目です。静岡茶割り。いいですね、お茶が、お茶の味がいいです、やっぱり。うまそう。これが牛すじですよ。はい、お茶さん、おいしい。ここに、いや、顔と乾杯はひどい。聞いたことない、そんなこと。もう一杯ください。はい、今の酔っ払い度はどんな感じ？結構今日早めですね。2割ぐらいですか。よしくさんです。とりあえずお茶割りと本当の静岡割り飲んでみない？うん、本当の静岡割り、うん、じゃあ本当の静岡割り、いただきます。 OK。 本当の静岡割り、わさび。結構匂いがえげつないし、量もえげつないけど、いただきます。どうぞ。あえ、でも本当に感じない、感じないですね。そんな辛みないでしょ。あの、口の中では感じない。喉ではちょっとあのわさび感は感じるんだけど、口の中では一切感じないですね。感じないでしょ。うん、ということで2軒目に来たんですけど、まあ、いい感じにお酒が入ってきたところで、今回ね、あのダニエル・ウェリントンさんのテーマがマイクラシックっていうテーマなんですけど、まあ、マイクラシックっていうことで、私が大切にしてきたことをちょっと、まあ、酔っ払いついでに話そうかなと思うんですけど、とにかくなんか私は今まで自分の好きっていう感覚をすごい大事にしてきていて、
でもなんか好きなことしか、ね、やっぱりやってこなかった部分みたいなところもあったから、なんか人から見たら結構だらしない人だなっていう風に映ってた時も、まあ、少なからずあるとは思うんですけど、でもその好きを突き詰めていって、好きじゃないものを切り捨ててきたからこそ、自分の好きっていうものをどんどん突き詰めていけたなって思うし、だからこそ今こうしてお仕事として好きなことをお仕事にできてるかなってすごい思います。昔はなんか受験シーズンの時とかに、何してんだってめちゃめちゃ怒られたこととかもあって、家族がいない時に、家族が全員出かけててお家に誰もいない時に隠れて動画を撮って、めちゃめちゃ隠れて編集してたりとかしてて、まあ、そういうのがね、今では懐かしいなとは思うんですけど、まあ、好きっていうのを大事にしてきたからこそ今の自分があるので、まあ、私の中でのマイクラシックっていうのは、まあ、好きっていう感覚を本当に大事にすることだなって思います。飲みましょう、イエーイはい、ということで今日はね、ろくろからの青葉横丁の飲み歩きということで一日楽しんだんですけれども、概要欄の方にアミがつけていたこのダニエル・ベリントンの 15% オフクーポンもあるので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。さらに今は夏のキャンペーンもやってるみたいなので、そちらもチェックしてみてください。はい、それではまた次のお店に行きたいと思います。静岡のみかんサワーです。何軒目？3軒目、何杯目だろう、 5? ぐらいかな。はい、乾杯。サワー飲むことあんまないんですけど、普段。あ、ジュースですね。お通しが豪華。お寿司食べたいと思います。イェーイ。4軒目、メキシコのビール。ネグロ。ネグラ。ネグラ。モデロ。モデロ。かっこいい名前が。14ぐらいじゃない？14。はい、乾杯。ああ、初めての味だわ、やっぱり。多分今まで飲んだことないと思う。なんか不思議。テキーラ来たんだけど、やばくない？これ何？見て。しかもグラス可愛いし。乾杯。もう酔っ払ってかね。お酒のキャパ的に余裕ないんで、普通にホテルがありますけど、うん、まあそういうとこですわ。ちょっとお休みなさいだけ。今日は皆さん見ていただいてありがとうございました。鬼鬼ということで、今何時？今何時？3時26分。やばい、3時26分。ね、静岡で何してんのかよくわかんないみたいなとこあるんですけど、飲み始め17時ですからね。ほんとそういうとこですよね。何件目だっけ？4。起こしちゃった。違う、5回目でーす。イエーイ。ビール普通に飲んでます。これ何ですか？静岡爆酒。静岡爆酒。皆さんおやすみなさい。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。おはようございます。あ、まあまあ具合悪いです、普通に。まあ具合悪いです、普通に。お疲れ様でした。